ISFJ さんは外交感情を伴った内向感覚タイプですと。 ISFJ さんは、親切で他者を思いやりながら相手の立場に立ち、自分にとって大切な人に頼まれるとどんな大変なことでもやろうと献身的に振る舞いますと。縁の下の力持ち的な役割で他者を支援したり励ますことに喜びを見出すタイプ、感覚機能が一番、思考の序列としては感覚機能があり、感情で判断し思考が来て直感機能、自分がカーシー博士で、マゼルナなんですけど、カーシー博士で ESFJ で、それが内向だとここっていうのもあるので、ここも僕そんなに遠くないなとは思ってるんですね、内向感覚ですからね。内向感覚です、内向感覚ってなんだ、自分の感覚ですよね、心地いい。あ、でそれが人から頼りにされるとか、そういうのが心地いい、心地いいからやってしまう、という人たちは ISFJ の組織への貢献の仕方は、一人一人の実際に即したニーズを考慮に入れる、これやってくださいよ、やらなきゃなんですね、一人一人の実際に即したニーズを考慮に入れる、職場にこれ関係ないんだけどな、仕事に、だったとしてもやってあげなきゃになるんですね。やってほしいなって言われたらやってあげなきゃになるんじゃないですか。なるほど。やってあげたいかもしれないし、組織の目標に目を向けて最後まできちんと仕事をやり遂げる、物事の詳細やルーチンに関わることについて労力を惜しまず責任を持ってことに当たりますと、他者を支援することに進んで努力をする、物事を行う際に適切な場所と時間を考える。ポケバ違うわ。こう言われると、いやいや一人よりも組織だろうって思うんですよ、まあ、内向の人ですからね。あとね、何それは、自分がやりたいことがやりたい、この、まあ、頼りにされたいって話じゃないですか。この人たち人からよく見られたい。あ、なるほど、人からよく見られたいっていうフィールドが違うんですね、なんか華々しい業績で注目されるよりも、この人のニーズに応えることによってもう本当にいい人だね、すごいねみたいな、人から評価されたい、あなたがいなきゃダメなのみたいな、っていうのが例えば組織の中で、これ君じゃなきゃできないからって言われると、やりますになるんですね。やります、なるほど。という ISFJ さんのリーダーシップスタイルは、リーダー的な役割はあまり好まないが、頼まれれば引き受ける、組織のニーズ、組織の体制、階級に自分や他者が従うことを期待する、根回しをする、既存のやり方や規則に従うことを好む、実際的な結果を得るために一つ一つ具体的なことを検討する、なるほど、組織のニーズ、組織の体制、階級に自分や他者が従うことを期待する、僕もう今ほとんどないんですけど、大学が夜間だったんですね、で夜間の大学 で、一応サークルもあって、テニスみたいなところに入ったんですけど、夜間なので、年齢が結構幅があってですね、その1年生だけど23歳とか、そういうのが普通にあったんですね。でそのサークルは吉本的な感じ、吉本じゃないんですけど、学年が全てだと、年齢じゃなくて、年齢じゃなくて、なのでいくら年上24歳とかでも2年生に対してはさん付けですっていうルールだったんですね、僕の中では半々だったんですよ、で僕は浪人してそこに入って、僕の上には同じ高校のやつがいて、先輩だったんですね、なんかねさん付けって思うんですよ、嫌じゃないですか。で僕の中では、いいよいいよ僕のことは、前みたいな呼び方でいいよみたいなことを言われるかなって思うわけじゃないですか、そんなことしなくていいよって、さん付けを求められるんですよ。へー、だとなんかはんって思いません、いやちょっと違ったらごめんなさいね、
ここで書いてあるのは、うん、ルール、組織の体制、階級に自分や他者が従うことを期待する、っていう、なんかそこの人たちが、みんなそんな感じだったんですよ、なんかその従うことが年関係なくっていうのがルールである、って、中にはさ、なんかあ僕のことはもうあだ名でいいよって、今プーでいいよとか、っていう人もいてもいいじゃんと思ったんですけど、なんか徹底されていてですね、バカバカしいと思って抜けるんですけど、そういう人もいるっていうことですね、ISFJ さんがそうじゃなかったらごめんなさい。でも、それが正しい、正しいですかね、それは。まあ、どうなんですかね。逆にこう、年齢を正しくない。まあ、確かに、1年生とかが4年生とかに、なんとかくんさ、っていうのも、まあ、良くないかもしれないですね、それは、どっちを重視してるかみたいな話じゃないですか、それって。構造に、構造に。はい。年齢を重視してるのか、学年を重視してるのか。ああ、そうですね。で例えば僕の中ではフレンドリーが一番です、あごめんなさい、例えばどうぞ。で例えば僕だったら、もう何も関係ないんですよ、年齢も呼びやすければそのように呼ぶしみたいな。あみんなさん付けでいいじゃんぐらいですよね。みんなさん付けでもいいし、まあだから僕は僕の感覚ですよ、くん付けで呼びやすい人はもうくん付けだし、年下でもさん付けの人もいるしみたいな。あ社会みたいな感じですね。はい、はい、っていう感じで、それを強制されるもんじゃないみたいな感覚だから、年齢だからでも学年だからでもない感じ、その人の関係性みたいな、はいはいはい、はい、ぐらいのね、ちょっと緩めな感じだと僕も良かったんですけど、はい、テニスサークルは堪能できなかったんですよ、すいません。ではこんな、INFJ さんのラーニングスタイル、密かに体系だった方法で自分の記憶や体験と照らし合わせられるだけの十分な時間を割いて学ぶ、人の実際に役立つことに焦点を置いて学ぶ、経験や体験、要は昔こういう勉強してきたから、こういう勉強すればいいんだっていうこと、まあ、そこから学ぶ、あだからここ過去の経験とかから引っ張ってこなきゃいけないので、ちょっと時間がかかるよって話ですよね。あなるほど、ISFJ さんの課題解決のアプローチ、自らの体験や事実に基づいた情報に着目して、S、特に人や自らの価値観に当てはまることに基づいて、F、解決しようとする、あ、要はやっぱり成功体験なんでしょうね。成功体験も、まあ、失敗もあると思いますよ、あ過去の体験、なるほど、はい、っていう基づいて、あの時こう言ってうまくいったからこうと、うまくいった、うまくいかなかった、じゃあこっち、とか、まああの時こうこれが心地よかったとかもあるだろうし、不快だったみたいなのもあると思うんですよね、のが先にありつつも、でより良い解決に導くためには、対象から距離を置き、原理原則に当てはめて何をすべきかという観点、T、他の選択の可能性や物事の背景の意味について探索する、これが N という必要がありますよ、まあ、この俯瞰してみるっていうのは難しいですね、はい、どうしても僕もやっぱりこの人の表情とかで勝手に読み取ってこうだって決めちゃうのって自分の主観でしかないですもんね、はい、で苦しんだり、ディスってるみたいなことを思ったりしますもんね、はい、大臣今僕のことバカだと思ってるんだろうなとか、でそういうのを気をつけましょうみたいなのはさっきの ENFJ のところもありましたよね、はい、はい、これは客観的にってどういうことなんでしょうね、客観的に見ろって言うじゃないですか、はい、状況を見ろってことじゃないですか、ちゃんと正しく自分の思いとかを排除して、でも僕の中ではそれが正しいわけじゃないですか、そう思ってるに違いないっていうのはそれはまあ、 まあ客観的に見れてないってことじゃないですか、でもまあできるのかって話ですよね、客観的に見たとて、あそっか、よく、はい、キングダムの李牧、はいはい、っていうのは超頭のいい軍師、はい、超頭のいい作戦家は、一つのことに対して、全て可能性を考えると、だとすると、俯瞰してみるっていうのは、あ今大将僕のことバカにしてる、っていうのって一つなんですけど、何個か用意するのであれば、
それ多分客観的ですよね。いや思ってないよ、うん、頭いいと思ってるかもしれない、うん、みたいな可能性がいくつもあったと、うん、いうのを想像すると、うん、まあ可能性の話ですかね。だとするとこれが客観的っていうことでいいですか。決めつけるな。まあ、客観的ってこう自分が当事者じゃなかったとしたらみたいな見方ですよね。でもそうしてもあディスってるって受け止めそうだなって思ったんですよね。あ、結局出したところで掴むのはこれみたいな。うん、あとまあずらっと並べられたんなら、うん、もう答えはわからないよ。うん、これはまあだから本当に自分だけがそう思ってるんじゃないかっていうのを意識しといた方がいいみたいなところじゃないですか。だとすると、うん、この価値観が出たのであれば、うんうん、この可能性だったら、うん、っていう違う考え方がまた先に行けますもんね、うんうん、あっていうことかもしれない、うん、というこの ISFJ さんが好む職場環境としましては、うんうん、整然としており真面目で誠実であると、将来が保証されている、明確に物事が組織だっていたり体系だっている、一人で仕事を進められるような静かで落ち着いている環境、やり終えることが求められる、個人的な関わりや温かさ、互いへの思いやりが奨励される、直接人にサービスが施せる、やっぱりこの人と交わるのが、うんうん、で頼りにされるっていうのがやっぱり気持ちいいんでしょうね。だと、組織がしっかりしてる、うん、ルール、まあ要はこう集団が重要って話じゃないですか。数こそ力みたいな。なるほど、うん、というこの ISFJ さんの考えられる弱みは、うん、未来に対して過度に悲観的になることがある、うん、それはわかる。わかんないもんね、答えがわかんないんですよ、うん、それは多分ね T と N を使ってないからだ。僕もそうだよ。うん、じゃあ俺 N じゃないじゃん。T と N が使えてないってことですよね。まあ N 可能性ですよ。はい。要はバカだと思ってる、うん、思ってないかもしれない、うん、なぜならっていうのができないんですもんね、うん、っていうのができるようになると、うん、ちょっと不安は弱まるかもしれないですね、うんうん、自分の考えを主張するときしっかりしていない印象を与えることがある。わかる。目立たないような態度を取るため過小評価されやすいことがある、うん、あでもこれはね、目立つような行為をしてもねバカっぽく見られたら終わりなんで、うんうん、黙ってた方がいいですよ。自分の経験に固執しすぎて状況の変化や他者の要望に対して柔軟でない時があると、うん、まあ、こうやってキュッて決めちゃうとね、うんうん、SJ の人はね決めやすいですもんね。わかる、はいはい、という成長のためのヒントは、推定できるリスクに対して向き合ったり将来について対極的な観点から建設的に考えるよう努力する、うん、本当に俯瞰してみようってことですね。やっぱりで自分の考えを主張したり直接自分のことを表現できるように訓練する、まあ、時には目立ってみると、うん、自分の功績や技能を他者に明示したり公表するようにする、ちょっとアピールしてもいいよっていうことですね、うん、で今までやってきたやり方以外の方法も取り入れられるよう様々な可能性を閉ざさないように努力しようと、うん、あやっぱりあれですね、決めつけないってことですね、うん、自分で勝手に、でまあ過去の経験とかによって決めつけたりもするって話ですよね。はい、一回これやったらうまくいったから絶対うまくいくとか失敗するとか、あこれやったら失敗したから絶対失敗するみたいなジンクス的なやつね。はい、